追い込んで2-1から145キロ、ね、はい、内田バッティングコーチが言ってましたが、とにかく今年新井が開幕間に合いませんでした。栗原絶好のチャンスです。なんとか結果を出してほしいですよね。あった、ちょっとタイミング遅れてボールでした。ストレートのフォアボールでした。しかし点には結びつきませんでした広島です。あ、149がね、はい、ここはどうしますか。ここも2打線です。あ、これも勝負球方向にもし打てるようでしたらちょっと嫌ですけどね、はい、